go to look for a life. ここで決断しなきゃダメだよ。美智子。美智子。美智子。子供たちの支援活動で変わったの。これが私のライフワークなの。だからインドの子供たちにあんなに愛情を注ぐんです。馬に水を飲ませるのに水場に連れて行っても、当の馬が飲まなければ何も意味がないです。私の手の届かないところに行ってしまいました。りょうさん、お仕事お疲れ様。体が大切だから野菜ジュース飲んで、ビタミン取れるから。豆腐食べて、血糖値上がらないから。血液サラサラになるから。ご飯ちゃんと食べて。ご飯作れなくてごめんね。いつもありがとうございます。今東京からインドに向かうところです。美智子の思いがようやく分かりました。その度きっと強くなれる。光の天使が語りかけてる。前に向かう